今日は2人で流木揚げをしました。もともとこれは自分が揚げたんですけど、こんなに多くなかったですね、最初はね。それからもう一箇所こっちですね。今日は右の奥の流木をここまで持ってきました。台風14号の大波でこれが全部さらわれていかないことを希望しましょう。